みんなこんにちは。今日はふわふわかわいいポメラニアンのしつけ方とトリックについて話そうよ。まずは座れ。この命令を覚えることはポメラニアンにとって簡単なことではないかもしれないけど、頑張ればできるよ。続いてハイファイブ。これはポメラニアンとの特別な絆を作るために素晴らしいトリックだよ。最初はコツがいるけど、成功するとめちゃめちゃ可愛いんだから。次に待て。これは忍耐力が必要だけど、うまくいけば便利なトリックだよ。しっかり練習してポメラニアンとの信頼関係を実行。ポメラニアンは賢くて可愛いから、しっかりとしたしつけと楽しいトリックを覚えるのはとっても楽しいはず。ぜひ試してみてね。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。それにしてもポメラニアンって本当に可愛いんだよね。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。それにしてもポメラニアンって本当に可愛いんだよね。さて次の動画ではポメラニアンのための新しいトリックや楽しいしつけ方法を見ていきましょう。一緒にポメラニアンと仲良くなる方法をもっと探求していきましょう。それまでにぜひこの動画で学んだトリックを試してみてね。ポメラニアンとのしつけ方とトリックの楽しい時間を楽しんでね。ポメラニアンとの絆を深めることは一生の素敵な冒険だから、続きを楽しみに。次の動画ではさらに可愛いポメラニアンとの楽しいしつけ方やトリックを紹介するよ。一緒に楽しい時間を過ごしながらポメラニアンとの絆を深めていこう。それまでにこの動画で学んだことを実践してポメラニアンとの特別な時間を過ごしてね。この動画がポメラニアンとの楽しい時間を作る手助けになれば嬉しいな。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。新しいトリックやしつけ方法を学んでポメラニアンとの絆をさらに深めましょう。次の動画ではポメラニアンと一緒に楽しい時間を過ごしながら愛犬との絆をより一層強固にしていく方法を紹介します。今回はさらに楽しいポメラニアンとの時間を過ごすために新しいトリックやしつけの方法を紹介していきます。まずは転がるやお手など可愛いトリックから始めてみましょう。その後はリードを使ったしつけ方法や遊びを通じての信頼関係の構築など、さらに深い絆を築くためのヒントも披露します。さらにポメラニアンの賢さを生かして新しいトリックに挑戦し、一緒に楽しい時間を過ごす方法をご紹介します。一緒にポメラニアンとの絆を深めながら素敵な冒険を続けていきましょう。新しいトリックやしつけ方法を学んでポメラニアンとの絆をさらに深めましょう。次の動画ではポメラニアンとの特別な時間を過ごしながら愛犬との絆をより一層強固にしていく方法を紹介します。ポメラニアンのしつけやトリックを学ぶことはただの訓練だけではありません。それはあなたと愛犬の絆を深め、お互いに新しいことを学び、一緒に楽しい時間を過ごすことです。次の動画ではポメラニアンとの絆を深めながらさらに楽しいトリックやしつけの方法をご紹介します。一緒にポメラニアンと過ごす時間をより特別なものにしていきましょう。ポメラニアンとの特別な時間を過ごしながらさらに楽しいトリックやしつけの方法を学んでいきましょう。次回の動画ではポメラニアンにとって最適な運動や健康管理の方法、また間違ったしつけを避けるためのコツなど、飼い主さんと愛犬が快適に暮らせるための情報をお届けします。そしてポメガタリーズにはポメラニアンの飼育に関する様々な情報が満載。例えば愛犬との暮らしをより楽しむためのアイデアや健康管理に役立つ情報映画やテレビ番組のレビューやおすすめの視聴方法、最新のポメラニアン関連グッズや健康に関するヒント、獣医師のアドバイスなど提供します。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに
楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし、可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。すごいね。これらのトリックを練習しているとポメラニアンとの絆が深まりますよね。それに、楽しいことをするのが分かっているので、それが犬のモチベーションにもなるでしょう。ポメラニアンは賢いし、可愛いし、とっても特別な存在なんだから、一緒に楽しい時間を過ごして一緒に学んでいくのがものすごく大切です。新しいトリックやしつけ方法を学んでポメラニアンとの絆をさらに深めましょう。次の動画では、ポメラニアンとの特別な時間を過ごしながら、愛犬との絆をより一層強固にしていく方法を紹介します。ポメラニアンのしつけやトリックを学ぶことはただの訓練だけではありません。それは、あなたと愛犬の絆を深め、お互いに新しいことを学び、一緒に楽しい時間を過ごすことです。次の動画では、ポメラニアンとの絆を深めながら、さらに楽しいトリックやしつけの方法をご紹介します。一緒にポメラニアンと過ごす時間をより特別なものにしていきましょう。